教会認定講師の増見智弘です。今日はよろしくお願いいたします。今日はですね、サポートにですね、同じく教会認定講師の三浦博樹さんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします。三浦です。よろしくお願いします。今日はですね、秋ということで、みんな実りのね秋にちなんで、見物盆栽2点を準備いたしました。秋の軽いですね、剪定について今日は解説していきたいと思います。はい、ではですね、まずこちらのピラカンサ、洋名でピラカンサ、和名ではですね橘もどきという木なんですけれども、こちらについて解説したいと思います。夏はですね、このように芽がね伸び出して、長く伸びてますけども、こちらをですね最後、今の時期にきれいに輪郭を整えるように剪定して、最後かっこいい形にして、この最後の手入れという形になりますね。今実は10月頭なんですけれども、今年ちょっとかなり暑いので、まだもうしばらく新芽が動くかもしれないですけれども、大体新芽の伸びが止まった頃にですね、合わせて輪郭できちっとこう最後整えてもらうという作業になります。では早速切っていきたいと思います。単純にですね、輪郭にもから飛び出てる部分ですねを合わせて切っていってもらえば、元の部分でまでしっかり追い込む感じで、中にですね、枝として残したいちょうどこう長さがですねもう少し欲しいなというところは残し目に切っていただいていいですし、この木のようにねかなりもうある程度の形が出来上がったものに関しては飛び出した部分の芽をですねこういう輪郭に合わせて切っていってもらいます。質問なんですけども、はい、春からこの剪定っていうのは何回ぐらいされてますか、この木に関しては。そうですね、まず春先というか冬ですね、冬のまだ春に芽が動くまでに、実は全てこの木は常緑なんですけども裸の状態で全部全て葉を取ってます。冬にそれで春に芽が出てできてきて、このように葉が茂る揃うんですけど、その頃はそんなにこうすごく伸び出すということがなくて、一通りある程度こう葉が出ると、それで、そうこうしているうちにだいたい5月ぐらいですかねに花が上がってくるんですけども、そこまではですねそんなに極端に伸び出すことがないので特に切らなくて、花が終わった後ですね、花が終わってこのように今オレンジの実がなってますけども、花の後に実が結実して、ある程度するとですね新芽が伸びてきますので、そしたら一度剪定をすると、でまた今度暑い時期になってくるとまた一時止まり、成長がまた止まるので、またこうお盆過ぎの涼しくなり始めた時に今のようにまたびょーっとこう伸びてくるという形なので、年に2回ぐらいですかね剪定というのは行います。はい、ありがとうございます。もう一つ春の話が出てたんですけども、春に植え替えという作業があると思うんですけども、
このボンピラカンサも春には植え替えてますか？はい、この木も春に植え替えをしますね。まあ毎年というわけではなくて、まあ、2年か3年に1回の割合で、植え替えをしてます。で、今秋の肥料をやられていると思うんですけども、はい、植え替えた後にもちろん肥料も置いて、で、肥料のことについてですね、ちょっとお聞きしたいんですけども、まあ春と秋と、まあ、大きく、まあ、2回、まあ、肥料を、まあ、やることになると思うんですけども、春はまあ、もし植え替えた年、その春に植え替えた場合ですね、すぐにやるのではなくて、まあ、少し、新芽が出てきてからですね、ですので大体、まあ、植え替えて1ヶ月後ぐらいから、まあ、肥料、こういう置き方のですね、肥料をやるようにしています。でその春の、まあ、肥料というのは、まあ、その年の、ね、今こういうふうに花が咲いて実がなるための養分だったり、 葉が茂るための養分という形ですので、まあ、重要ですし、今こう秋にやってるのはですね、またこれからこの木の、まあ、充実のための、まあ、体力作りといいますかね、まあ、冬を越すためので体力だったり、まあ、これ今度来春にまた新しい芽を出すための体力だったり、そういう、まあ、体力をつけるための、まあ、肥料という考え方で春と秋2回置いてます。ありがとうございます。この木の樹形っていうのはどういう樹形になるんですか？こちら左側の太い幹と、右側にちょっと細めの幹というか、地面からね、立ち上がってると思うんですね。でこの2本はしっかり真ん中でこうつながってますので、一つの1本の木なんですけども、こういう、まあメインの太いのとちょっと細めのこう2本あるので、相関といって、まあ、2つの幹という意味で相関樹形っていうふうに、まあ、盆栽では呼んでます。でこの2本の、まあ、幹をうまくこうバランスを取りながら形を作っていくんですけども、なかなか今珍しいと言いますかね、このように樹形というのは結構珍しいとは思います。おそらく取り木かなんかで作られたような感じですかね。そうですね、この感じでいくとそういう作り方になりますね。ちなみに取り木っていうのの説明をしていただきたい。取り木といいますのは、幹の、まあ、途中、要するに途中でですね、根を出させるための処置のことを言うんですけども、まあ、一般的なのは環状剥離といいまして、幹の、まあ、外側ぐるりをですね、水水の部分、川からですね、水が水の部分が、まあ、一番この幹というかの外側に通ってるんですけど、そこを、まあ、川をこう、まあ、向いてですね、その水の流れを遮断することによって、その途中に新しく根を出させるんですね。でそうすることで、まあ背の高い木を小さい木にしたりですね、この木のように、ちょうどこの位置でおそらく取り木を仕掛けているので、このような相関樹形、今のね、2つの幹みたいな形に、作れているというふうにはことだと思うんですけど、こういう形のものを作ったり、あとはまあ株立ちって言ってですね、まあこういう幹の近くからたくさん、なんですかね、木がこう立ち上がっているような形の樹形であったり、あとは、まあ1本の幹でもですね、ちょっとこう最初の一番低い枝がすごくちょっと高い位置にある場合にですね、
わざと取り木という今のね作業をすることによって、まあ、幹を短くして、低い小さい木にするしたいなという場合にそういう取り木という手法を使います。ちなみにピラカンサは取り木して根が出やすい方ですか？そうですね、まあ、結構取り木で作られているものはかなり見受けられますので、出やすい種類だと思いますね。はい、では続きまして、こちらの木ですね、こちらは紫式部という木になりますね。まあ、紫式部と言いましてもですね、よく山なんかに行かれて見るタイプはですね、もっとこうギュッとこう伸び出して先の方にこう実が鈴なりになるようなタイプのものがあるんですけど、こちらは、まあ、通常盆栽とか鉢植えでは小紫って言って、ちょっとタイプが違う紫式部になります。でまあ、こちらの方がこういう盆栽仕立てにするのに向いてますので、まあ、大体鉢植え盆栽等で流通しているのはこちらのタイプが多いんではないかなというふうに思います。今日はですねこちらも秋の最終の手入れということで、剪定を行っていきます。こちらはですね、まあ、豆に剪定を今までも繰り返してもらったので、そんなに先ほどの立花もどきほどすごく伸び出しているっていう枝がないんですけども、もしそういうね枝があれば今同時に剪定をして輪郭を整えていってもらえばいいですし、あとこの木の特徴としまして、今まあ見えてると思うんですけど、まだ色がねついてないのでちょっと分かりにくいですが、中の方にねたくさん実がついてます。でこちらはですね、だいたい6月かな、夏前か暑くなってきた頃に花がどん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 上がってくるんですけど、その頃にですね、あんまりその花の近くまで、切り込むとですね花が結構落ちやすくて、このように実が止まらないんですね。ですので、この秋口ぐらいまではちょっと長めに、実のちょっと外側ぐらいの輪郭で一度剪定をね長めに止めておいてもらって、でこの時期にその実をきちっと、まあ、目立たせると言いますかね、楽しむためにしっかりそこまで切り込むという作業を行ってあげると、まあ、結構このように実がたくさんついた状態で楽しめると思います。では早速その最終の切り込みというかね、剪定の方をしていきますね。その紫式部で樹齢何年ぐらいですか？これはですね、挿し木で作ってる木でして、まあ、まだね見た通り細いんですけど、これでも、そうですね4年か5年ぐらいかなと思うんですけどね。今そのあの紫式部は素焼き鉢なんですけども、はい、まだまだその素材だから素焼き鉢に入れられてるんですか？そうですね、まだまだこうもっとねしっかりした幹にしていきたいっていうのもありますし、枝ももっとね増やしていきたいので、素焼き鉢で今作ってるところですね。あとこの木の特徴としてはすごく水食いというか水がすごく大好きで、まあ、肥料も大好きなので、まあ、平均するとこの木はだからたっぷり水をあげてたっぷり肥料をあげるっていうのが育て方のポイントかなと思いますね。
水、やっぱり水を切ってしまうとせっかくのこういう実も途中で落ちたりすることになりますから、まあ、水切れだけはしないように管理するのが一番大事かなと思います。あとこの木はよく枝枯れを起こしやすいと思うんですけども、はい、やっぱそれも水やりとかにも関わってくるんですよね。そうですね、やはり、まあ、見ていただいてもこうすごくこう小枝のね細い枝はすごくまあ 弱々しいというか、まあ、細い枝ですのでちょっとねそうやって水が足りなかったりするともうその一番細い枝からやっぱりどうしても枝枯れしていきやすいのはありますね。なので本当にまあよっぽど、ね、心配であればどちらかというとちょっと大きめ、これはまあ結構ねちっちゃい鉢にも入ってますけど、まあそのあたり水がちょっと心配な場合はもう大きめ大きめの鉢で育てられるのがまあいいかなと思いますね。管理する場所なんですけども、はい、まあ、日当たりのいいとこで管理した方がいいのか、まあちょっと半日陰みたいな方ところで管理した方がいいのか、どうですか。基本的にはですね、まあ、こういうね見物盆栽と呼ばれるものを、まあ、全てではないですけれども、どちらかというと実をならせたいとか実を楽しみたいんであれば日当たり日のよく当たる場所で基本的には管理される方が花つきはいい傾向があります。で、まあ、ある程度ねこうやってもう実がなってしまえばというか花が咲いてなってしまえば陰の方にまあ移してもらっても問題ないですけども、基本的に花芽をね、まあ、そういう作ろうとするとやっぱり日が当たった方が花が咲きやすいし実もなりやすいっていうのはあります。なるほど。今実がなってるということは、春に花が咲いてると思うんですけども、オスメスいるんですかねこの木は。この木、紫式部、まあ、先ほどの立花もどきもそうですけど、どちらも基本的に1本でそのまま実がなるタイプです。中にはその他の違う、ね、木というか株がないとならなかったり、あとはオス花とメス花を咲き分ける種類だとそういうオス花が咲くお杉を用意しなきゃならないとかいう種類もあるんですけど、こちらの日本に関しては特に一本で、なりますので、まあ、そういう意味でも実を、まあ、つけやすい種類なのかなというふうには思います。だいたいこんな形で、今剪定終わりました。先ほどね、よりも全然この実が一気に目立つような形になりましたので、あとはこれで色をづくのを待って、実を、ね、楽しんでいただければいいかなと思います。